始まりました。ミスターおかっちの本音で生きるラジオ。この番組はライフスキルの専門家として延べ1万人以上の大人と子どもの生きる力を育んできたピーターソックス代表のミスターおかっちが、周りのことを気にしすぎて自分の本音がわからなくなっていたり、社会の常識や周りの人に振り回されて自分を犠牲にしていたりする人に向けて、最高に輝く自分を表現して自分らしい人生を送れるようになるためのライフスキルを伝えていくポッドキャストです。ナビゲーター引戸文でお送りします。おかっち、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今一瞬死んでたの、どうした、はい、ちょっとこうエネルギーを貯めといてね。貯めてた、はい、貯めてましたよ。いやー、おかっち最近、はい、YouTube めっちゃ頑張ってますね。めっちゃ楽しいですね。 YouTube をやるって決めた瞬間から、あれもやりたい、これもやりたいってやっぱアイデアがやっぱどんどん出てくるんですよね。やっぱ決めるってことすごいあれですよね、大事ですね。決めるっていうか柱をこう立てるってことで、やっぱアンテナ立てたらどんどん出てくるなってことで、そっか、決めないとどうにもならない、はい、決めた瞬間それが来たんですか。そう、来ました。あれやったらいいんちゃう、これやったらいいんちゃうっていうことをもう毎日投稿今やってるんですよ、 YouTube。 はい、もう今2週間ぐらいかな。あ、もうそんな続いてます。いや、今10日ぐらいなんですけど、収録してるのは3月25日なので、はい、そう、10日ぐらいやってて、はい、そしてこの先の2週間分ぐらいのもう動画もう予約、公開予約してるんで。あ、もうそうなんですか。はい、で今日もさっき撮ってたんですよ、1時間で6本ぐらい撮って。あ、え、そうなんだ、はい、え、そんなに撮ってる。6本撮りして、もうそれであと帰っても編集も10分ぐらいですね、大体編集時間。めちゃくちゃ短いですね。めっちゃ短い。だから今回は編集あんまりしないって決めて、でテイク1で撮るっていう、だからもうそのまま思ったものをバンって吐き出して、それをもうとりあえず一つの作品としてやっていくっていうのでやってるんです今。そうなんですね、はい、そのテイク1でっていうのは、はい、やっぱその時にのエネルギーっていうのをもう一回で出し切るっていう、うん、その通り、はい、でこれももちろんデメリットがあって分かりにくいんですよ。だから論理的にまとまってないんですよね。だから台本とかもないってことですか。台本ないです、ゼロ。ないんだ。ないのを10分以上話すんですよ。あの YouTube って10分以上の長さやったら価値が上がるんですよね。そういうふうにYouTube の AI がそういうふうに判断するんで、10分以上やると後々の広告の時とかも、どこに広告入れられるのかっていうのを自分で設定できたりとかするところで、10分以上っていうのは結構おすすめされてると。10分以上だから10分以上の動画をタイマーを置いて、はい、テーマだけ決めてます。タイトル決まって、じゃあやりましょうみたいな、って感じでやってます今。最高ですよ。台本がないって。ないです。もうすごい怖くないですか。全然怖くない。っていうのも、まあ、ブログを毎日書いてるんで、はいはい、基本的にブログで取り上げてたことを、まあ、喋ろうかなみたいな感じですよ。なるほど。でもブログを書いてるのもその時はちゃんと言語化されてるけど、はい、まあ、3日4日経ったら忘れてるんですよね。そうですね、忘れてるんやけれども、ちょっとその時のエネルギーをこう、取り戻して味わって、もう一回こう新たに思うことを話すみたいな感じですよ。おかっちの中で今、はい、毎日やってることむちゃくちゃあるじゃないですか、はい、ブログ。ブログは毎日基本的にやってます。毎日書いてます、はい、ツイッター8と、ツイッターは 10ですもん。10になった。10ツイート、うん、YouTube 毎日と、 YouTube は毎日投稿だけれど、撮影する日と編集する日とかを分けてます。なるほど。だから今日も、うんうんうん、5本撮り6本撮りしたん で、はい、で明日その6本の編集を終わるんですよ、6本、はい、で公開予約したら別に普段やることはないというか、そう2日で終わっちゃうんですよ、1週間分が、6回分使で終わる。なるほどね、うん、でじゃあ毎日やってるのは、まあ、毎日やってるというか毎日発信しているプラットフォームとしては3つですか、はい、3つですね。すごい、はい、この毎日、しかもおかっちやり始めたら結構続けるじゃないですか、うん、続けるタイプですね、はい、それって何なんでしょう、うん、あ、それですか、うん、それはまあ、どうやって習慣化させるのかっていうことが一番でかいと思うんですよ。そうなんですよ。そのやっぱり無意識でできてることだったら全くエネルギーかかんないじゃないですか。そうですね、無意識でできるっていうのは、うんうん、前も言ったんかな、その4段階の話みたいな。初めは無意識無能でっていう話もしてない。これはしてないですね。そうか、これいわゆるその、どうやって習慣化させるのかっていうことだと思うんですね、はいはい、習慣化っていうのは考えなくてもエネルギーを使わなくてもできる状態にする、うんうんうん、例えば息を吸って吐くように、で箸がちゃんと持って食べれるとか、はいはい、歯磨きができるとか、何も考えなくてもエネルギー使わないじゃないですか。そんなに使わないですね。そう、あの状態に新しくやる始めることを持っていけたらいいんですよ。はー、だから毎日ブログを書くっていうのも、やっぱ今はちょっとしんどいけど、一番最初と比べたら楽なんですよ。一番最初はものすごいエネルギーかかるじゃないですか、はい、頭ですごい意識しなあかんし、その知識も能力もないから、
時間かかるんだけど、それを今の状態っていうのは無意識で結構できてる状態。何も起きたら、あ、じゃあブログやなーって言ってボーって書いて1時間30分ぐらいかな、最近は書いて投稿みたいな。その時間かかる、うん、その無意識にできるようになっていくとやっぱりスキルも上がるから、うん、かかる時間っていうのも短くなっていきます。短くなります、はい、基本的に短くなる。これウィルパワーってあの DAIGO さんが言ってたんですけど、はい、あの物事を決めるっていうこととか、いわゆる意志、はい、意志の力っていうのも有限やって言ってて、それが前頭前野で作られているウィルパワーって彼は名付けてたんですけど、はい、ウィルパワーっていうのは有限やってことで、だって日々ってすごい毎日いろんな選択をしてるじゃないですか。そうなんです、意思決定、それを意思決定するたびにそのウィルパワーは減っていくんですよ。そうなんですか。そうで、ウィルパワーは減っていくから、だからその意思決定をすることを、あの意思決定のする機会を減らしていくってことがすごい大事だということと、もともとのウィルパワーの総量を上げていくって、この2つが大事だっていうふうに言ってて、はあ、はい、総量上げれるの？総量も上げれる。だからそれ筋肉トレーニングと全く同じで、筋トレも体と体で、はい、その何ていうか、自分の限界までトレーニングして、うん、まあ、2日間ぐらい空けて、ちゃんと食事をしたらまた前よりも限界値が上がってるんですよね。まあ、それと同じで前頭前野も使えば使うほど上がっていくんですね。そうなんだ、はい、それはでも意思決定をたくさんするっていうことなんですか？そうです、あの一言で言えば その、うん、そういうことプラス、うん、普段自分がやってることのプラス1、ちょっと難しいことをやるとか、ちょっと多い量をやるとか、同じことじゃなくてちょっとハードルを上げるってことをやっていくってことです。なるほど。基本的に普段やることプラス1、プラス 1.1 でもいいけど、毎日やっていくと、うん、そのウィルパワーっていうのは総量が増えていくっていうことと、まあ、総量を増やすっていうことはそれが一つと、うんうん、じゃあ総量増えてもそのこっち減っていく分、はい、その言ったら蛇口で水バーって投げても下の線がなんか空いてたら水はどんどん出ていくわけで、うんうん、そうですね。そうだから、いかに削減するのかっていうのが大事で、大事ですね、これがよく言われてるのがあのスティーブ・ジョブズの同じ服を着るとか、そういうことですね。前そんな話しましたね。そうそうそう、西野さんのおそばの、そうおそばの話とか、話とかできる限り決めない、決める機会を減らしていく。そうすることで本当に大事なことに決めないといけないじゃないですか、やっぱり。そうですね、それに集中するために日頃のそういう決める機会っていうのをどんどん減らしていってルーティン化していくっていう。そうか、まあ、朝起きたらこれをする、これはイフゼンプランニングっていうんですけど、心理学的にはイフはか、あの漢字じゃない、英語の英語ですね。イフゼン、イフゼンですね。これは、はい、〇〇の時に〇〇をするって決めてしまう。あ、If なんとか then I will、 そう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 、あ、朝ごはんを食べたらすぐに歯磨きをするとか、昼ごはんを食べたらすぐに30分昼寝をするとか、ほう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 、全部決めてしまうんですよ、ルーティン化。なるほど。してしまうとその時に考えなくていいんです。あ、ご飯食べた、あ、じゃあ歯磨きやなとか、あ、昼ごはん食べた、ちょっと寝よっかみたいな、考えなくて済むのをこうイフゼンプランニングとか使っていくと、その意思決定する機会も減っていくっていう。はー、例えば僕で言ったら、うん、朝6時半に起きたら、うん、一番最初はもうプロテインを作るって決めてるんですね。あ、そうプロテインを作って、うん、牛乳入れて粉入れてそれを振って、で椅子に座ってツイッターを見ると、うん、でツイッター見て、コメントとかあったらそれに返事をするっていうことをやって、うん、まあ、うん、終わってから朝の1ツイート目をするとか、その時の気分を。その SNS 見ると無限に時間がこう経ってしまってる時あるけど、うんうん、このツイッターを見るは、うん、例えば10分だけ見るとか、なんか決めてるんですか？一切僕の場合決めない。決めない。僕は飽きるまでやる。飽きるまでやる。はい。でもただ他にもやることももちろんあるので、はい、あるんで、そんなあの長くはやらないんですけど、はいはい、具体的に言ったら返事をするということと1ツイートだけしかしないかな。はいはい。あ、じゃなくて見る場合？あ、見る場合は他の人の見る場合は、他の人を見るんじゃなくて僕にコメントをしてくれてる人を見る。なるほど。他の人のはあんまり、うん、その時は見ない。あ、そうですよね。その時は結構時間経った。そう、他の人を見るっていうのは全てが終わってから見る。うーん、だから僕が朝起きてやるのは、返事とか来てるとかコメントとかしてくれてる人が数字で出るじゃないですか、はい、7とか、それをまずちゃんと返事をしてるっていうことがまずやって、うん、でその時の自分が思ってる朝のおはようのツイート、うん、おはようツイートをするとね、すごいいいねとかコメントとかつきやすいんで、そうなんですね、はい、それをするっていうことがまず一つ目のアクションが決まってるんですね、はい、そういうのをもう決めていくと何も考えずにできてしまうっていう。そうか、はい、あのちなみに、はい、今なんかその習慣化で新しいこといろいろチャレンジ、うん、YouTube も Twitter もしているけど、うん、その始める前に習慣化のことを考えて、うん、このタイミングでしようっ
ってするのか、うん、それともやっていくうちにこう、うん、あここだなってなっていくのか、どっちなんですか？最初もちろん決めてこの時間にこれやろうって決めるんだけど、うんうんうん、やっぱその生活のルーティンに合わなかったら変えていくっていうことがあります、うんうんうん、なるほど。でやっぱり習慣化で一番大変なのは、うん、さっきその無意識と無能とかそういう話をしてたんだけど、はいはい、習慣化するために4つのステップがいるんですよね、はい、で一番最初のステップは無意識無能、無意識無能、頭でも分かんないし、はい、頭でも分かんないしできない状態、はい、意識もしてないしできないんですよ、うん、これが一番最初の段階、無意識無能で、うん、次の段階は有意識無能なんですよ。へ、学校で学んだ、あこれをやった方がいいって自分でも思う、この習慣をやっていきたいって思う、意識できている状態、はいはいはい、毎日6時半に起きたらいいって思う、そうしようと思うんだけど無能、つまりできない状態、うん、有意識無能がこれ第2段階、あできない、できないですね、うんうんうん、無能、無能状態、はいはいはい、で第3段階は、うんうん、有意識有能、意識してる時には元気よく挨拶できる、意識できてしてる時には、職場で、笑えるとか、意識したらできる状態が有意識有能。あじゃあ4段階目は何かいけますよね。でもあるあるなっちゃったよ、もうできる、そう、どういう状態、これでも逆に無意識じゃないですか、ということは4段階目は、わかんない、何あれ、これがじゃあこの順番できて何が来そう、でしょ、習慣ができてる状態っていうのはどういう状態かなっていう、もう何も考えなくてもできるっていうことは何意識、無意識、無意識でどうなる、無能、あ、有能か、そう、あ、そうか、無意識有能か、そうそうそう、あー分かりました、分かりました、先生、はい、これが第4段階ですね。だからもう何も考えても朝起きたらプロテインを作れてるとか、ご飯食べた後歯磨きしてるとかで、ちゃんとできてる、歯磨き失敗することないじゃないですか、そうですね、ないですね、はい、ないないない、だから何も考えても車の運転で無事家からここまでふみちゃん来れてるとか、来れた、そう、そういう状態になっていくってことで、この段階で見た時に一番大変なのは1と2、つまり無意識、あ1から2は、まあ、いけたりするんですよ。無意識無能から有意識無能、つまり学べばいいと、そう、学べばいい、いろんなことを気づいたり新しい人に会ったりとかすると、あ自分はこれが足りてないとか、あこれやりたいというのは見つかると、うん、もちろんそれも大事なんですけど、うん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 、そこも大事だし、次のステップも大事ですね。有意識無能から有意識有能、有能、これをやるべきだ、やった方がいいと思ってるけど、それがその局面でできるかどうか、本当そう、それも大変、そう、ここも大変で、一番最後も意識してるときはできるけど、意識を閉じたらできない状態から無意識でできる状態、これも大変なんですよ。大変ですね。で、人間の行動とかやる気っていうのは、うん、快楽と苦痛で動いてるんですね、基本的に。最近よくこのテーマになっている、そうなってるやつで、うんうん、自分がこれをやったらこういうふうにワクワクするって、これやったらなんか快楽っていう、もうドーパミンが出てきて、そっちの方にこう脳は動いていく、つまり行動を向いていくっていうことが一つと、うん、これは嫌だ、ストレスだっていう状態、苦痛の状態、それをやっぱ避けたいっていうことで、避けるための行動がなっていくと、うん、だからそう考えた時に、はい、この4段階目でどこが苦痛だと思います？この2から3に行く時、2から3、言葉にするとやらなきゃいけないのは分かってる、うん、やった方がいいっていうのは分かってるけど、うん、できてないっていう時、できてない、そうそうそう、そこ苦痛ですよね、うん、ここめっちゃ苦痛ですね、めっちゃ苦痛ですよね、ここめっちゃ苦痛、そう、そういう状態ずっと味わったらどうなりますか？もうイライラします、イライラする、そのイライラしてて、してて、イライラして、うん、なんで私やらなきゃいけないって分かってるのにできないんだろう、うん、もうこんな私ったらってなってしまう、ってなって自己嫌悪になって、そうやろうとしてることどうなって、で結局もうそのままやらないから、やらないってことはあるね、そう、うん、その苦痛な状態を何とかやろうと思ってたらずっと苦痛なんですよ、うん、でも苦痛や辛い、やめてしまおうって言ったら1段階目に戻るから楽なんですよ、忘れるんですよ、そうなんですよ、楽ですよ、ね、だから第1段階目は 1と4のプロセスは快楽なんですよ、位置は楽だから、無意識で気づいてないから、問題に気づいてないから苦痛ちゃうでしょ、変わっちゃうでしょ、うん、で一番最後も意識せずにできてるから楽なんですよ、そうですね、楽なんだから2の時は位置に戻ろうとする、つまり有意識、頭で意識してるけどできない状態やったらそれは嫌やから、もうこれはやめておこうとか、今のタイミングじゃないわとか勝手に言い訳が出てきて、もう快楽の1段階に戻るんですよ、はい、で3の時、3の時は有意識有能の時は苦痛なんで、うん、でも3まで行ったら何とかして4まで行こうかとかなる、確かにやってるから、そう、もうできるから続ければいい、続ければいいなって、なんかそうそう、うーん、
でも2から3が苦しいんですよ。いやここめっちゃ苦しいですよね。私自身すごいここそう長いことここで泳いでる気がします、うん、そう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 、いろんな面で。だからこう2の3のプロセスをどうやってそこを2を3にするのかって、このステージをちゃんと分けれたらイメージできると思うんですよね、うん、いきなり1から4に行こうと思うと苦しいんですよ。確かに。まずはじゃあ1を2気づいた、あ今気づいたね、うん、じゃあ2を3にしようっていうところにもフォーカスするんですね。じゃあ一つ一つのステップにフォーカスする。そうかそうか。で3までいけた、あじゃあ3ゴール、じゃあ次4までいこうかっていうふうに、うん、だから結構3がゴールなイメージでしたけど、うんうん、3っていうと言葉で言ったら有意識、言うのを、うん、つまり意識してできるってなるっていうのが、うん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 、結構物事やってるぞっていう時のそのゴール、うんうんうん、そうそうそうってなりがち なるんだけど、うんうん、さっきの一番最初のウィルパワーの話に戻ると、はい、意識をしている、つまり有意識の状態ってウィルパワー減っていくんですよ。そうか。だから僕たち今 YouTube 撮ってる時全くエネルギー減らないんですよ。だから毎日、昨日も1時間撮って今日も1時間撮ってるんですよ。全然疲れないんですよ。でもそれを例えば有意識有能状態やったら、昨日やったらウィルパワー減ってるんですよ。多分今日やろうかってならないんですよ。うん、そう。あ、え、毎日リセットされるわけではないんですか、ウィルパワー。ね、リセットされるんだけど、はい、でも無意識の状態ってエネルギー自体が減らないんですよ。そうか、減らない。だから有意識状態だとやり終わった後減るんですよ、うん、だからや仕事をやり終わった後、例えば家事はもうええわってなったりとかするんですよ。例えばだーはーはーはー、だ無意識無能状態やったら仕事をバンって爆裂でやって、うん、でも他のとこも全然エネルギー満タンにできますよ。え、おかっちまだ YouTube 始めたばっかりなのに、うん、どうやってこの無意識有能に、あ、いい、いい質問ですね、持っていけたんですか、はい、そう、だから、無意識有能の状態でできる配信にしてるからです。一言で言うと、これどういうことかというと、はあ、誰かの役に立とうとか問題解決するコンテンツを作ろうってなると、うん、すごいやっぱ考えないといけないんですよ。原稿とかめっちゃ考えてやらなあかんし、うん、一言一句間違えずに論理的にちゃんと説明できてるのかって練習もしなあかんし、うん、とかやっていくとものすごいやっぱ時間もかかってエネルギーかかるんですよ。そう、もちろんそういう配信はすごい有益やし、そういう配信はそれでいいんですよね、うんうん、でもYouTube でポジションをどこで取るのかって考えたときに、うん、もうすでにそれをやってる人はたくさんいるし、あ、有益な情報を出してる、有益な情報をやってる人もいるし、うん、これからテレビの、芸人さんとかすごい専門家がどんどん YouTube に今やってくる、今やってきてる状態なんで、来てますよね、来てる状態で、で僕よりも有益な情報でやって、かつ僕よりもプレゼンがうまくて、うん、僕よりも動画の画質とか音声の画質がいいと、そのポジションで僕は勝てないんですよね。確かに。だからそのポジションで勝とうと思ったら間違いなんですよ、うん。だから僕はどの YouTube っていうところでどうポジションを取るのかって言ったら、僕をそのまま表現することなんですよ。そう、僕をそのまま表現して生きるための問題を解決するというよりも、生きるそのものの活力を与える、そう、生きているんだって活力を与えるっていうことで、もうその時のエネルギーを全開にやって、まあ、とにかくなんかエネルギー感が伝わり、ちょっとじゃあこれをやったらいいんちゃうってちょっと伝えたら、じゃあやりたいって気持ちになって、じゃあそのちょっと伝えられたらそれをちょっとやってみようかなみたいなぐらいの配信でやるって決めたら全くエネルギーかかんないですよ。なるほど、はい、え、じゃあおかっちの YouTube を見ている人から、うん、おかっち自身は、うん、なんて言われたら一番嬉しいですか。生きてるねって、あ、生きてるね、自分を生きてるねとか、人生を生きてるねとか、それがすごい嬉しくて、というのもこれからだって AI とかロボットとかテクノロジーがどんどん日常生活に入ってくるじゃないですか、はい、仕事にも生活にもライフにも暮らしにもいろんなところに入ってくる、はい、そうなった時にやっぱりその、ね、やっぱロボットと戦ってたらダメなんですよね。そうですね、ダメやし、うん、なんか人間もなんかロボットのように有益な情報とか、ロボット化していくんじゃないか、人間がなんかこうなんかロボットに対抗しようとしてて、みんな確かに、うん、なんかこう有益な情報を配信すると、 YouTube はまさに今それ熱いじゃないですか、 YouTube 確かに有益性めちゃくちゃ多い、うん、それってもうロボットと同じなんですよね。その Google の検索エンジンのさらに進化版なんですよ、うん、本当だ、うん、でもそれってでも言われたら言ったらできちゃうんですよ、将来 AI が。確かに、うん、だから、うん、その目線でやっても勝てないし、そういう風になってたら人間がロボット化しちゃうなって思ってて、うん、疲れてくるなと思ってるんですよ。そうです、ね、だから僕がやるっていうのは、いや私たちはロボットじゃなくて生きているんだよっていう、人間っていうのはロボットと比べて完全ではないし、失敗もするし、ミスもするんだよと、ミスもするで、ちゃんと気持ちもあって感情も持っていると、気分もあるしっていうことを、僕はそのものを表現することで、あ、私は生きてるんだと、あ、ロボットとかいろんなことがあるけど自分は自分の人生生きていいんだっていうふうなことを思い出させるような配信したいなっていう。やっぱスポーツとか人間同士がやるから面白いんですよ。
見てる方、ね、そうですよね。あれロボットとロボットのスポーツの対決見てても多分感動しないですよ、うん。まあ、ロボコンとかあるけど、あれはあれで人間ドラマが裏にあるから、その通り、その通り。ロボコンとかがあるから、あれはそのロボットの専門家とか、うん、そのロボットにかけるあの思いとか、そういうのが汲み取っておもろいけど、確かにそうじゃなくて日常生活でロボット同士が将棋をしてるとか、うんうん、ロボット同士がこの舞台で歌っているとか、多分見たくない。全然見たくない私は、うん。見た人もいるかもしれないけど、その路線は人間しかできないから、僕は不完全なままやけど今のそのままの自分が生きてるっていうエネルギーを発信するっていうこと、はい、を考えてやると全くエネルギー使わない。だって今日も朝1時間やった後、今これね1時間どれぐらいなんですか。すごい、今日もすごいエネルギーですもん、ね、疲れてないです、うんうん、疲れてない、むしろ生き生きとしてる、うん、でしょう、はい、はい、そうなんですね。わあ、すごい今日は有益な情報をもたくさんたくさんありながら、今日のじゃあ配信にタイトルをつけるとしたら、本音で生きる人は不完全なままの自分を出すみたいな感じですかね、うん、みたいな感じかなですか。そうやね、いっぱい盛りだくさんやったからね、なんか難しいけど、まあとりあえず習慣化するためには4つのステップがあるんだよって、はい、いきなり1から100をやろうと思っても難しいから、うん、まず無意識無能だったらまずは気づこうっていうところが1段階目だよね、うん、はい、気づくっていうところをまず意識するってことをまず第一目標にするとか、はい、じゃあ気づいたら、じゃあその気づいたことをどうやってできるようにするのかっていう有意識有能状態にするのかっていうことをまあ意識してできるようになろう、はい、でそれじゃできたら、じゃあ無意識でできるようにするにはどうしたらいいのかっていうふうに段階をこう経てやっていくとこう見えやすいんじゃないかな、ね、いきなり無意識有能を目指そうと思ったらすごい壁なんで。そうですよね、はい、まあ、またどうやって習慣化するのかっていうのが、ね、でも1個前の、ね、配信とかはそういう学びをこう習慣化する7つのステップっていうのをお伝えしてて、うん、スケジューリングするとか、はい、それこそ他の人に伝えるとかっていう話しているので、はい、もしあのこの話興味のある方でまだ聞いてない方はそちら聞いていただけたらなと思います。今自分がどのステージにいるのかな、うん、このスキルはどのステージにいるのかなってこう意識しながらやったら分かりやすいかな、ね、うん、でも私あの回神回だなって思ってて、勝手に1個前の第20回、うん、はい、はい、はい、ですごい聞いてるんですけど、うん、あのやっぱ何回聞いてもそうだよねって、なんかカレンダリングするとか、うん、なんかあの、テクニック的な部分というか、うん、チェックポイントとしてこう習慣化していくのにすごい大事だなって思ってます。私自身がすごい一番学ばせてもらっております。はい、ありがとうございます。続いてはミスターおかっちの夢中になれる本紹介しますのコーナーです。半年で1冊本を読んでいるミスターおかっちが今週おすすめする本は何でしょうか。はい、今週おすすめの本はこちらです。瞬読ドリル。瞬読ドリル、1日5分見るだけで1週間で勝手に早く読めるっていう本なんですよ。ほー、はい、あの瞬読っていうのがこの前作として発売されて今1年ぐらい経つんですけど、はい、それがねもう今10万部を超えてもうすごい大ベストセラーになって、それを読んだ人がじゃあ実際にお家でドリルとしてこうやって1日5分見るだけで1週間で早く読めるようにするにはどうしたらいいのかっていうことで生み出された本はこれです。はあ、こんなのあるんですね、うん、これをやるだけで、ね、だいぶ早く読めると思います。あの何分とまでは言えないですけど、はい、今までよりもだいぶ早く読めると思います、はい、そうなんですね。これ最近出たんですか。最近出ました。へえ。これドリル形式でやってるんで、これを1週間とりあえず1回続けていただくだけで、うん、今までの読書体験とは全く違う世界がやってくるかなと。いやー、はい、これ DVD もついてるんですか。 DVD ついてます、はい、すごい。おかっち実際これのね、うん、あの瞬読あのだいぶこれを活用して1トン半年で読みましたけど、はい、うん、最近の YouTube であれ見た、うん、はい、瞬読を半年サボった。あ、見ました見ました、ありがとうございます。サボった結果どうなったか、うん、あ、まだ見てないですよ。タイトルだけ見て、うわ、はい、これ見やなと思ってたんですけど、うん、結果すごい気になりますね。皆さんもよかったら YouTube でミスターおかっちで検索したら出てきます。はい、出てきます。ミスターおかっちで瞬読で検索してもらったら、ちょっとその検証動画が出てきますので、ぜひそれもご覧いただけたらなと思います、はい、ということで本日の本は、瞬読ドリル、山中恵美子さんの本でした、本日は以上になります。当番組ではライフスキルのプロであるミスターおかっちに本音で自分らしく輝きたい皆さんからのご質問やご感想などを募集しております。ヒマラヤでお聞きの方はコメント欄から、ポッドキャストでお聞きの方はピーターソックス PETERSOX のホームページのお問い合わせ欄からメッセージをどしどしお待ちしております。提供ピーターソックス、ナビゲーター引田文でお送りしました。それではまた来週。
Thanks for listening. We hope you have an awesome day. Bye bye. はい。はい、ありがとうございます。